エンリケ・ベルナルデリは、ブラジルの画家である、チリのバルパライソで生まれた。両親は、バイオリン演奏家と、ダンサーで、兄に彫刻家になるホドルフがいて、弟に画家になるフェリックスがいた。家族は1865年に、ブラジルのリオグランデドする州に移り、1867年に、リオデジャネイロに移った。両親は、ブラジル皇帝ペドロ2世の王女の教師に雇われた。 1870年に、ブラジル帝国美術アカデミーに入学し、ビクトル・メーレレスやアゴスティーノ・ジョゼダモタに学んだ。1878年に、ブラジル国籍を得て、ヨーロッパ留学資格が得られる、アカデミーの展覧会に応募するが、ロドルフォ・アモエドが選ばれた。1879年に、ベルナルデリは、シヒで、ローマに留学し、 印象派を基本に独自のスタイルを開いたフランチェスコ・パオロ・ミケッティやジョバンニ・ニセガンティーニラの作品から影響を受けた。1888年にブラジルに帰国し国内外の展覧会に参加し、1889年のパリ・万国博覧会の展覧会では同賞を受賞した。1890年のブラジル帝国美術アカデミーの美術展に出展し、 1893年のシカゴ、万国博覧会にも出展した。1891年に国立美術高等学校の教師となった。イタリアにはその後も何度か旅し、ローマ、ナポリ、ベネツィアなどを訪れた。国立美術高等学校の教師は1906年まで続け、その後は自分のスタジオで教えた。ありがとうございます。